新宿区教育委員会では、子どもたちのより健やかな育ちのために家庭の教育力向上を目的として PTA の皆さんが行っているさまざまな事業を支援しています。 PTA の皆さんは忙しい中、各学校を基盤に次世代を担う子どもたちを育てる活動を活発に行っています。お子さんのいる方もそうでない方も、皆さん関心を持って一緒に子育てを考えてみませんか。まずは小学校 PTA の活動をご紹介します。新宿区には小学校が29校あり、各小学校ごとに PTA があります。そしてこの29校の PTA の連合体が新宿区立小学校 PTA 連合会、略して小 P 連です。小 P 連では平成19年度から PTA 活動について、子どもたちの夢に夢事業、地域とともに一斉パトロール、保護者の支援、親力の向上の3本の柱を掲げ、学校、保護者、地域が一体になって子どもたちに関わることに取り組んでいこうという活動の方向性を打ち出しました。皆さん、おはようございます。夢事業は子どもたちに本物に触れる体験をして、さまざまなことを学び、夢や希望を大きく持ってほしいという目的で開催しています。ものは一生懸命やりましょう。そして得意じゃないものはもっと一生懸命やりましょう。よくわかんないですけど、平成20年度は西早稲田中学校で4つのスポーツをプロの方から教わるイベントを行いました。今回の夢授業にはサッカーの FC 東京、野球の東京ヤクルトスワローズ、バスケットの東京アパッチ、そしてアクションの小小杉塾と4つの団体の協力を得て行われました。区内の小学1年生から6年生までおよそ170名の子どもたちが参加し、それぞれのスポーツを通して交流を行いました。どの子どもたちも目を輝かせて、プロの方の丁寧で的確な指導に熱心に聞き入る姿が印象的でした。2つ目は地域とともに一斉パトロール。ショピー連では毎年9月1日に一斉パトロールを行っています。平成20年度も出陣式を区役所で行いました。その後、各校では地域や学校と協力して引き取り訓練を兼ねた通学路の安全確認や地域に合わせたパトロールなどを実施しました。本日は安心安全会議ということで、小 P 連では安全安心会議を推進しています。四ツ谷地区では四ツ谷ブロックにおける安全安心会議を行いました。
子どもたちの危険に対する意識や現実、大人がどのように対処すればよいのかなど、講師の方を招き活発な討論となりました。また平成19年度から各校にマーキングガンが配布されています。万が一の時にも親が率先して動けるように講習会や練習会を実施しています。3つ目の柱は保護者の支援、親力の向上です。その取り組みの一つとして親力セルフチェックシートを作成しました。これは子どもの育ちを学校だけに頼らず、もっと保護者のできることについても考えてもらうことを願い実施されています。朝ごはんを食べる習慣をつける、保護者会でまず相談、みんなで子どもたちを見守るなど、親としてするべきことが一覧になっていて、このシートを通して親の在り方を時に振り返ってみるきっかけにしていただきたいと思っています。毎年新1年生の保護者に配布するとともに、今後は保護者会で取り上げたり、先生や保護者同士のコミュニケーションのツールとして活用していけたらと考えています。これら活動について小P連会長菅野真也さんにお話を伺いました。保護者会なんかでも1年生2年生の時には保護者会に出てくる親はものすごく多いんですけれども、だんだんやはり3年生4年生ってなるとどんどんやっぱりこう数が減っていってしまう。でも子どもっていうのはやはり1年1年1日1日成長してますから、1、2年の時が良かったから3年4年生で何も問題がないのかとか、もっと改善しなきゃいけないこと、改善した方がいいことがあるんじゃないかっていうようなことにはあまりこうきっと見えてないんじゃないかなと。やはりそれ自分たちで改善していく必要がやっぱりあるわけで、だからその100の荷物があったらですね、1人1個ずつ100人いたら1個ずつ持てば済むでしょう。でも10人でやったら10個持たなきゃいけない、重いし辛いんですよっていうことをやはり誰かがきちんとメッセージとして伝えていかないと、 PTA 活動っていうのは非常にこれから先難しいなっていうふうに感じているのが事実です。ですから自分たちが何かしらそのアクションをやはりこう起こしていかなくちゃダメだ。で、自分たちの中で保護者同士の中でそういうメッセージをきちんとやっぱり伝えていくっていうことがやはりとっても重要だなというふうに思います。やはり活躍の場が全くないとですね、自分って何をしていいのか分かんない、何をじゃあ実際に学校教育に対して自分が何かこうしてほしい、先生こうやってほしいっていうものがあったとしても、それを伝える場がなかなかない。保護者会って言ってもなかなかその日中であると仕事があるので行けないとかですね、まあ、そういったようなことがあって、こ う, うまくこう、保護者と学校側とがこ う, うまくこう情報をですね伝えきれてないなっていうのがね、非常にまあ強く感じてるんで、そこのところがうまく回っていくといいなというふうに感じます。はい、次に中学校の PTA 活動を紹介しましょう。中学校でも新宿区内の中学校 PTA が集まり、中学校 PTA 協議会、略して中 P 協を作り活動しています。子どもの成長に従い親の関わり方も変わってきます。中学校 PTA も子どもの育ちに即した親子の関係を大事にした活動に主眼を置いています。そのような中、中学校の各 PTA で行っている活動の一つが家庭教育講座です。四谷中学校 PTA は平成20年度、さまざまな問題が出てきている子どもと携帯電話の在り方について講師を招いて勉強会を行いました。
中学生の6割、高校生では9割以上の所有率となっている携帯電話。その使い方も子どもと親では大きく違っています。その中で友達と知り合ってやり取りをするっていうこともできる。何か携帯の中で知り合った友達に会いに行きたいっていうことも、最終的には親子の関係、親子の信頼関係に戻っていくんですよね、こういう問題はね。携帯電話の機能や危険性を学び、家庭でのルール作りの第一歩にしてもらうことを目指しています。多分そういう外側からの規制というのはやはり、役には立つと思いますし、やらないといけないと思いますけども、ただそれだけではこういう問題を全部解決することはできない。やっぱり内側から の問題のアプローチも必要だ。すなわち子ども自身が自分でやっぱりまだ僕はこういうところは行かないでいいんだっていうふうに思えるような、そういう子どもに少し育てないといけない。でそれを今日やっていただいたんですね。ぜひお帰りになったら一度、お前携帯さどうやって使ってんだいとか、少し子どもさんとお話ししていただくといいんだ。で子どもが納得して少し携帯について考えるという、そういう親子の関係をぜひ作っていただきたい。今回の家庭教育講座を実施した四ツ谷中学校の会長田中健二さんにお話を伺います。小学校の頃というのは親は子どもに対していろんなことをまあ関わっていこう、 PTA 活動としても子どもの安全だとか、それから子どもの居場所だとか、いろいろとその子どもについて親はもう逐一いろんなことをまあ、ね、やろうという、そういう活動が PTA の中には小学校あるんですけど、中学校になった時ですね、まあ、でこう急にこう子どもが見えなくなるというか分からなくなる、で子どもに何か話してもこう別の世界の人のようだぐらいにね、親はこう子どもに対してこうほとんど手を出さなくなるし、意見もあまり言わなくなるというのが、私はそのとても小学校と中学校の、まあ、親の、まあ、違いなんだなというふうに私は感じたんですね。でそれでいいのかなと。特に携帯のこの問題はその親が知らないということ、知らないということでとても子どもたちが危険な目に遭っていると、親が必要なんだと思うんですね。で小学校の頃っていうのは必要だから親はとても本当張り付いていたっていうふうに PTA 活動は思うんですけど、中学校になるとその子どもたちとあまり関わるというのが、まあ、とても少なくなって、その点ですね、大事なのはこの、まあ、例えば携帯で子どもたちが危険な目に遭わないようにするにはどうしたらいいんだろうかって、やっぱ親が考えて子どもに助言をするとか、子どもに関わっていくとかっていうのは、その中学生としての関わり、保護者と中学生の保護者としての関わりっていうのが大事なんじゃないかなと思うんですね。区立幼稚園の PTA の皆さんも、それぞれの幼稚園で家庭教育講座をはじめ、さまざまな活動を行っています。教育委員会では、こうした PTA の活動を通して、保護者の方がお互いに連携を図ることで、子どもたちが学校、家庭、地域でより豊かに育っていけると考え、積極的に支援をしています。この他にも教育委員会では学校を起点とした家庭教育の向上支援を行っています。その一つが入学前プログラムの実施です。入学前プログラムは、来年度小学校への入学を控えたお子さんとその保護者の方同士が入学前に顔見知りになることで不安を解消してスムーズな入学をしていただこうと実施しています。ここで自己紹介タイムを取りたいと思います。これは区内の全小学校で多くの保護者の方が参加する機会を活用して開催しています。一つの大きな成長というのは プログラムは全2回。1回目は就学時健診または新1年生保護者会に合わせて実施しています。また2回目は1回目終了後の土曜日または2
日曜日に実施し、働いているお父さんやお母さんも参加しやすいように設定しています。できることは任せて見守るというサポートをします。そしてハートフルコミュニケーションでは、当日は保護者向けプログラム、子ども向けプログラムが行われます。つまりこの小学校入学のこの時期で本格的な集団生活がスタートするのに合わせて、この子どものできるを引き出して自信を持って入学を迎える保護者向けプログラムは、第1回目には自立の大切さをお話しするとともに、参加者同士で顔見知りになるプログラムです。外国人の方が多い地域の小学校では、テキストを翻訳したものを用意したり、通訳を配置するなどの配慮をしています。ですが、なぜか私たち親は子どもの話を聞くことにも実はそんなに得意じゃないです。私たち自身も答えを持っていて、それを子どもにこう何とか押し付けようという感じで子どもに接することはあっても、なかなかですね、子どもの考えや思いをそのまま受け取るということが。2回目にはもう少し詳しく子どもを育てるキーポイントをお伝えして、保護者のコミュニケーションをさらに深めます。子ども向けプログラムは、新1年生が一緒に遊んで仲良くなれるためのプログラムです。もこもこした小さな山ができていますよ。土の中に住んでいるモグラはね、お腹が空くと僕らを捕まえて食べちゃうんだよ。地域の方を招くなど、子どもと親と学校との良好な関係を作る場になるよう、それぞれの小学校は特色を生かしたプログラムを実施しています。顔見知りになれたし、とてもお話もためになったので、良かったと思ってます。すごく1回目に参加した時に楽しかったそうで、2回目とっても楽しみにしてきました、はい、子どもがこううまく成長していけるような言葉がけなどの学習とか、いろいろハートフルコミュニケーションで学んだことが多かったので、上にお姉ちゃんもいるんですけど、すっかりこう忘れてたことを思い出させられたような、ちょっと子供にこう共に考えさせるようなコミュニケーションを取っていかなきゃいけないという方法はですね、今までそういうコミュニケートの方法を取ってなかったので、とても参考になりました。都市化、核家族化で失われていく家庭の教育力を、親自身はもとより地域、行政も力を合わせてより豊かなものにしていこうという試みが行われています。子育ては本来楽しく、大人がさらに成長できるきっかけでもあります。教育委員会は、子どもの健やかな育ちのために親同士の学び合いやつながりを大切にする活動を通して、家庭の教育力の向上に向けて、これからも PTA や地域の皆さんと一緒に取り組んでまいります。